いや三が日病院やってないんだけどどうしろとって感じなお正月から始まりまして、おかげで全然喋れなくてですね全然喋れなくてですね、ちょっとショールームやめとこうと思いまして、はい、やめまして、なんとか喋れるくらいになったんですけど、すごい声が聞こえます、外からびっくり。はい、なんとかなんですけど、定期的にまだ全然喉がやられるので、今日もあ、やっぱ終わったって公演中は思ってたんですけどそう、そうなんです、6までにはどうにか歌えなきゃいけないって、必死にお薬と喉飴とトローチとうがい薬と頼りまくりまして、はい、なんでまあだいぶもういいんですけど、そう総動員しまして、そうなんですよ、なんですけどまだ完治はしてないので、どっかでやばいと思ったらちょっと喋り方が変わっていくのでよろしくお願いします突然に前メロ喋りみたいなことになるんですけど、はい、元気ですのでご安心くださいこういうことになるんですこういうことにはね、ダメだね、調子乗って喋ったらなるね、やっぱりなるんですけど、お気をつけください、お気をつけくださいじゃない、なんだっけ、日本語やば、気にしないでくださいはい、今日もなんとか歌っておりましたが、何回か危うかったですね何回か危うかったですね、はい、ちょっと思ってる音が出ないという現象に陥るので、そうなんですよ、はい、喋ってたらかすれてきましてびっくりしてます今、元気です、安心してください、はい、なんで喋りますけど別に平気なんで平気なんで喋るんですけど、今思い出したんですけど、ちょっと2秒薬飲んでいいですか、最悪、本当に最悪、始まる前に飲めって話なんだけど忘れてたの、ごめん、ちょっと待って、ここにあるから許して、よいしょ、そういやもう夜ですね、なんかさ夜にさ、違う、なんかさ同じくらいの時間に飲もうって思うじゃん薬って、忘れるくらい、はい、病院に、いやもう扁桃炎だって分かった状態でなんですけど、薬を欲しくて市販薬は買ったんですけど、普通に処方なんだ、今欲しくて病院に行ったら2秒で診察が終わりましたあー、うん、扁桃炎だね、終わり、びっくりしちゃった、早っと、2秒で終わった、待ち時間の方が長かった、びっくりびっくり、扁桃炎ね、痛いっすよね、もう髪がボサボサすぎてやばいんだけど、ごめんなさい、本当にごめんなさい、ファングさんありがとうございます、あ、ちょっと治ったくない、水飲んだら水飲んだら、ありがとうございます、ありがたわでございます、来るって書いてある、何来るって、来る、ありがとうございます、ありがたわ、ありがくまでございます、はい、まあ年始はまあお買い物して一日だけね、フェスがさ東京だったんで、それで別に友達に会って、地元に帰って友達に会えて、はい、あ、来る年、なるほど、来る年タワー、ありがとうございますすごく久しぶりなとこに行って、
まあ、また載せますけど。で、夜も友達と会ってみたいな感じでね、楽しい一日を過ごして、サンリオ六本木と昨日おとといフェスを、いいですね、年始からフェスがあってとても楽しかったですけど、そして本日は今年一発目の公演が、劇場公演がありまして、ありがとうございました。初詣は太宰府しか行ってないんですよ結局。そう、なんかタイミングなく太宰府のみでした。まあまあこういうゆるりと行こうかなと思っております。そしてそう、久しぶりに、なんかもう3年ぶりくらいじゃない、三つ編みなんてしたのって感じなんですけど、すごく久しぶりに三つ編みしました。はい、頑張って頑張って髪を伸ばしたおかげで、なんと三つ編みができる長さになりましたしかも三つ編みってこう編み込まれるからちょっと髪が上に上がるんですね、短く見えるんですね三つ編みって。だからこれより全然長いんですよ、感動です。はい、梅ヶ枝餅食べたよ。そう、一瞬やけど服が千と千尋に見えた。そうなのよ、そう、私今日誰かにも言われたんだよね、後ろ姿千に見えるって、千だって千尋に見えるって言われて、誰に見えたか知ってた、ナイキです残念ながらナイキです。ちょっとイケイケな千尋になってしまう。そう、頑張った、大変頑張った、大変大変頑張りました、髪を伸ばすの。えらい、何回美容室に行っても切らずに耐えて、いなーい、嬉しい。そうそう、そんなこんなで舞台のチケットの販売も始まっているので、ぜひ私の公式 LINE の方でお知らせをしているので、まあ、今フォローしてもらってもなんか多分投稿みたいな欄に出てるので、ぜひそちらから見ていただけたらと思うんですけど、はい、3月大阪東京舞台ありますので、ぜひお待ちしております。ぜひぜひ皆様が来てくださったら嬉しいなと思っております。ぜひぜひお友達も連れてきてください、よろしくお願いします。久しぶりにあんな公式 LINE 動いたでしょちょっとね、公式 LINE を動かすのがさ、自分で勝手にできたらさ動かすんだけどさ、一旦送ってみたいなのがちょっとめんどくさくてごめんなさい、ね、ごめんなさい、ね、そうなんです、 LINE 上でしか URL を載せていなくてですね、なので公式 LINE の方から撮っていただけたらと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。そうなんですよ、公式 LINE からってなかなか珍しいパターンでお送りしておりますそう、さっき書いてあったけど、昨日六本木の時に一瞬だけあまりちゃんにも会えて、そう一瞬だったんだけど、帰り、私たちが帰るちょっと前くらいに会えるなと思って、どこどこに来てって言って呼んで来てくれて会いました。
瞬だったけど、またゆっくり会おうねって言って、そう、あ、DMM そう書きました、よかったです、ありがとうございます。そう、一瞬会えてね、なんか最近タイミングが合わなくて会えてなかったので久しぶりな感じがしました。え、多分会いすぎてて会いすぎてて、普通に何ですか、なんだろう、福岡にいる、何、今の現役メンバーより合ってる気がするのよね笑っちゃう。そう、なんかさ、別にそう会おうよみたいな、ご飯行こうとか別にそんなにしないから、誰よりもその回数は多いと思うって思う意味わかんないけど、しょっちゅう会ってます。だから最近全然会ってないなと思って、久しぶりな感じ。こんな感じにダダダダダッと年始が過ぎていき、この後もなんだかダーッと過ぎていってしまうんですけど、明日は成人式ですので、成人の日、同い年の皆様おめでとうございます。新成人の皆様おめでとうございます。新成人です、お祝いしてください。お祝いしてください。新成人おめでとうしてください。今年は、まあ、普通にさ、年末年始って、まあ、クリスマスがあって、で、まあ、お正月があって、私の場合2月が誕生日なので、まあ、毎月何らかお祝いというか、毎月何らかそのハッピーイベントが行われてるんですけど、今年は成人式もあるので、成人式とか成人式があるので、成人祝いというものもいただけるわけですね。ハッピーですはい、ハッピーです、これがハッピーと言います。私は今気がつきましたけど、ショールームしますてませんね、755さんに、あ、してます、です、はい、載せましたはい、なので嬉しいですね。ぜひ皆様祝ってください。お祝いしてください。いいんですよ。まだクリスマスプレゼントくれてもいいし。成人祝いってハッピーだよね、なんか。そんなハッピーなものあるのかって気持ち。でお誕生日も来ますので、まあ、お誕生日が来てやっと二十歳になるのであれなんですけど、成人式です、いやー嬉しい。まあ別にね、成人式だからといってどうってことないんですけど、まあお祝いがあるのでお祝いしてくださいって気持ちです、よろしく。来月には飲めます。びっくり。
くり。ね、なんか結構そうみんな書いてるけど、ファンの方はオカピがもう二十歳なの、オカちゃん二十歳になるの、オカちゃん成人なの、びっくりっていう感じなんですよ。でもメンバーはあんたまだ成人してなかったのっていう側なんですよ。ちょっと面白いなと思いましたあなたまだ10代だったの、今年成人式なのあなた、みたいなタイプが多いんですよ。面白いなと思って、サンプル考えといかん時期かな。楽しみにしてます。ウキ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 。成人祝いは何が欲しい、だってやばハッピーですね、やっぱハッピーだった、イエーイイエーイ。2003年生まれです。まだ10代でいたいですか。あ、でもいや、お酒飲めるっていうそのあれが欲しいので、やっぱり、まあ、最近はでもあの成人年齢が変わったからあれかもしれないですけど、まあ、自由度というかその未成年っていうくくりがちゃんと解けるから、それで言うと、まあ、20歳でいいかなって感じ。絶妙ですね。なんか10代っていう響きは嬉しくて好きなんですけど、そのあれは欲しいなと思うので、そう難しいです。何でも買ってあげるよう、何がいい、ハッピーじゃん、嬉しいね。JK に戻りたいと思うことありますか。あります。っていうか JK をちゃんとしたかったな、うん、学生をちゃんとしたかったかな。それはあるな。あったまってきた。ああ間違えた。JK ちゃんとしたかったはあるかな。あと大学行きたかったはあるかな。なんか本当に、でもそれは別にこの人生でじゃなくていいというか、だから本当にパラレルワールドが欲しいなーって気持ちですかね。だから別に10代やり残したことがあるとか、10代何ですか、あれやりたかったみたいな言うわけじゃないんだけど、あんまり別軸が欲しいみたいな。そうそんなとこはあるか。うん、あんま、でも多分ね、私あんまねやり残したこととか思わない人なんですよね。なんか満足いや、わかんない、多分なんか言ったらいろんなことは出てきますよ。もっと願望をただ言えばね。でも別にそれ願望でしかなくて、なんか果たしてそれが本当に
どうしてもやらなきゃいけないことかっていうか、どうしてもそれをクリアしなきゃいけなかったかと思うと、別にそんなこともないかなっていう感じのスタンスなので、全部において。だからなんか別にやり残したとは思わない、何においてもそれはなんか何においてもそうなんだよね。後悔ってあんましないかも、そうやり残したみたいなね。そうしたかったなはいっぱいありますよ。そうしたでもしたかったなってくらいなんですよ。それはそれでできなかったなが別に自分の結果であって、中吉中吉だってよなんか別にそれでまあいっかって感じそれはそれで私の人生だってくらいな感じ。どうしてもやりたかったらやっただろうし、それは別に後から振り返って、ああこれやりたかったなってくらいだったら別にまあ次の人生でやったらいいんじゃないって感じ。結構あっさりしてるんですよね多分何に見てもだけど、いいのか悪いのか分かんないですけど、はい、基本そんなマインドで生きてますフ次の人生は男性女性どっち？絶対男性。それはね、私絶対男に生まれたいって思ってる。そう。なんか、多分別に一旦女を経験したから次男がいいなっていうくらいのテンションでもあるし、そう、なんか別になんだろう、一回知ったことをもう一回知る必要はないかなみたいな、だったら知らないことやりたいかなと思うから男になりたいなと思うし、なんかなんですかね、なんかちゃんと学生を謳歌してる男の人になりたいなんか本当に男性アイドルになるの、いや別にそれはいいかな、いや黄色い歓声っていうんですっけ、浴びてみたいとは思うんだけど、別になんかそれ思った時にいや別に同じ職をやんなくていいかと思って、なんかその言い方が変に捉えられてはあれなんだけど、基本一回やったら満足するのね私多分。だからアイドル楽しいし好きよ、でも別に来世やりたいかって言ったらいや他のことしてみたいと思うのね。生まれ変わってもアイドルになりたいとはあんま思わないんだけど、それはマイナスな意味じゃなくて違うことやってみたいからっていうだけなんだけど。そう、何公演見て伝えたいことできたから握手券取りました、嬉しい、楽しみ、なんだろう待ってます、ありがとうございますただイケメンになりたいなイケメンがいいな、大事ですね。違うことしてみたいって感じ、イケメンになりたいかな全男が願ってることやで、イケメンになりたいね。なんかちっちゃい頃かわいいねっていう感じのイケメンになりたい
なんか思うんです、女の子って賞味いくらでも何でもできるわけですよ。なんだろう、なんて言うんだろう、メイクもそうだし、まあメイクが主だけどさ、どうにでもできるわけじゃん。だから果たしてベースがどうであれどうにでもできるわけですよ。でも男性はさ、基本はね、まあ、もちろん最近はさメイクしてる方も多いですよ。でも多いってくらいでさ、基本さ、そのもう素で勝負なわけじゃん。だから男の人の方が大変だなって思うのね。そうどうにでもなると思う。だって別に、だって実際私がさ、まあ、別にすっぴん配信しちゃってるからダメかすっぴんどうか知らないでしょって言おうと思ったんだけど、いや晒してしまっていたなって今思ったんですけど、そう、男の人は基本すっぴんなわけじゃない。でさ、メイクするって言ったってよ、言ったって、だって女の子はまつげバチバチにしてカラコン入れてアイラインとアイシャドウとチークとリップとで、いろんなシェーディングだの、ノーズシャドウだの、アイライトだの、いっぱい凹凸を作って顔に立体感を持たせて肌もツヤツヤにしてとかやるから完成形ができるわけですよ。もちろんすっぴんで完成形もいますけどね。そう、でもやっぱりさ、そこまではしないじゃん。でもまあ肌きれいにします、まあ、眉毛整えます、あ、なんです、まあ、口に血色持たせます。まあたまにねアイメイク軽くする方もいらっしゃいますけど、くらいじゃん。でも言うてだからやっぱさ、そっちの方が大変だと思う。なんか本当にイケメンかどうかみたいなとこあるじゃん。だから私は来世はイケメンになりたい結果そこです。別にあのお顔でねどうこうっていうわけじゃないですけど、私は個人的にはイケメンになりたい別にあの別に私が今どう思ってるとかいう話って1ミリもないです。ただイケメンになりたいだけ、私が。あら、すごい2個も飛んできてや。 M さん、え、鏡餅だ、かわいい、ありがとうございます。で、レイさん、これはなんだ、あれだ、門松だ、ありがとうございます。ありがたわでございます。嬉しい、2個もピョンって飛んできた、ありがとうございます。ありがたわ。来世イケメン目標そう、日本語って難しいからね、大事だよ。フォローがすごいイケメンになりたい願望。だからなんか来世自分になりたいとは1ミリも思わないんですけど1ミリも思わないんだけど、でもなんかそれで思うとさ、来世超美人に生まれたいって思わないんだよな。面白い、今気づいちゃった、今気づいちゃった、やっぱ男になりたいらしい。いいとこの猫いいとこの猫、高い猫になりたい。ドラさんと仲いいのだね。仲いいです。ドラさんしか友達がおらん、それは嘘だけど、いぶきとかも仲いいけど、ほぼドラさんといる。
個も考えたんですけど、なんかお散歩しなきゃいけないので、そう、あの真冬に外出たくないなと思って、いや、やだなと思って、お家でぬくぬくしてたいなと思って、じゃあ猫だなって、はい、感じです。確かに首輪とか嫌ですね、そういうのいらない。猫アレルギーです猫アレルギーですけど、はい、猫になりたい。お家にいる猫、たまーにお外に出れる環境が欲しいかな。だからあの一軒家がいいな。一軒家で勝手に窓開けて勝手に出てって、勝手に遊びに行って勝手に帰ってくるっていうシステムの猫がいい。そう、あ、猫アレルギーなんですけど、今日砂猫触ったんですね。めちゃくちゃ可愛くて触ったんだけど、冷静になったら猫だと思ったんで、一応あのコートはちゃんとコロコロしてちゃんとコロコロして毛は持って帰らないようにして、であのシューシューってやって、その空気もあの持って帰らないようにして、手もちゃんと洗ってお家に帰ってきました一応怖いんでね。あ、いいね、そう、サザエさんちの玉みたいな、そんな感じ、そんな感じ。お、僕来たよ。あ、大吉、イエーイ。きっとみんなはもう見えてんだな。そう、でもめっちゃ可愛かった、その猫めっちゃ可愛かったっすよ。愛おしさ。あれ、こちらは中吉に見えてる。あ、人によって違う制度ですかこれ、もしかして長いな、来世は。でもさ、来世ってさ、別に自分のこのあれはさ、もう消えるわけじゃんか。だから結構わかんないですよね、何だったか。前世もわかんないしさ、ね、何になってどうなってるのか。この状態で次に行けたらいいんだけどね。そしたら面白いのにね。おお、次これになったんだみたいな、まあ、たまにね、その記憶がある方もいますけどさ。そのあれ欲しいよね。私多分ね、そう、なんか確かにこの状況で次行けたらイージーモード、ほんまやね。いい、そのイージーモード欲しいな。良くない？楽しそう。でもあったりしますよね、なんか嫌な記憶とかが残ってたりとか言うじゃない。そう、面白いなと思います、そういういろんなシステムシステムって言っていいのか分かんないけど。過去と未来どっちに行きたい？どっちも別にいいかも。お、すごい、すごい。これなんて言うんだっけ、何何なんたか船、宝船みたいな、宝船、合ってたやば、危ないやつ、合ってた合ってた、嬉しい。宝船、ありがとうございます、ありがとうございます。
すごい、いろんなタワーが建っている。すごいね。七福神タワー、すごい。ありがとうございます、皆さん。あ、やだ。すごい勢いで私ここにあるさあコンセント見せてたんだけど、恥ずかしい。やめてよ、そんな進んでいかないで勝手に。危ない危ない。ちゃんと白壁オンリーでやってんだから。あたくちゃんと見えてた。危ない。アヤライブ行くけどモカちゃんのうちはないんだよな。じゃあモカってうちは作ってください、ぜひ。ぜひ。ちそう、白壁オンリーってこだわりがありました、実は私。実は私こだわりがありました。1時間くらいで終わろうかなって感じです。よろしくお願いします。なんだ、まあ20分くらい。明日は成人式。自分の名前もかって言いそうにならない。あ、言う時もありますよ。もうめんどくさいんで。めんどくさいんでって変だけど、なんかまあこのグループさ人数が多いからさ、なんかのタイミングとかでさ、こう自分に名前言ってってとか多いわけですよ。でもなんか書くから誰がいるか分かんないか名前言ってってとかあるんですけど、あの私の場合竹名も浸透してないんですね。あのまあそれは人によるんですけど、竹名も浸透してない率が高かったりしまして、そう、あの竹田感薄く生きているので、なのであのその場合あのモカっていうのが一番早いんですよ。そうなので武田っていうよりモカっていうことが多いから、必然的に自分でモカ呼びになるみたいなことは多いですね。そう、楽だし伝わるし、だからあの何ですか、ペットボトルに名前書くとか、ちょっとなんか自分でなんかこう順番書いていくとかいう時も基本モカって書くので、そうだからそうだね。で普通にトモカっていう時もあるんですよ。超レアだけどね。超レアだけどあるっちゃあるんですけど、まあ、この普通に友達といるとき、どうかっていうことはあるんだけど、基本は言わないね。基本は言わないね。で友達といるときにどうかっていうことはないから、私はっていうか、だからすっごいそれがともかで呼ばれる、ともかで知られてるとモカで知られてるで、アイドルを通してアイドルである私を多少なり知った上でこう知り合ってる人、出会ってる人と
そうじゃない人っていう区別がめちゃくちゃつくんですよ。そう、それはすごく面白いなと思います。そう、舞台の役者さんからどっちでバレるの？だからそう、舞台の方とかは友かのが多いです。大概そうだ。なんだか多分 SNS とかを見てくださってたりとかして、どんな子なんだろうと思って知ってくださってたらモカちゃんになるんだけど、多分あのさ、 あれじゃんなんていうんだっけ、あれのアットアットマークなんていうなんていうの、あのああいうユーザーネームとかも基本モカだからさ、まあモカってニックネームなんだろうなっていう風になるわけですよ。そう、でもそれを知らないと普通に武田トモカって名前を知った方はトモカになるかな。名前に一切関係ないあだ名ないの？ないね。私あんまあだ名をつけられたことがなくて、ピク似合うね、ありがとうないな、これまでも。あんまね、そのあれで生きてこなかったんですよね、あだ名できるタイプの人間で生きてこなかったので。そう、ずっと基本ともかあったね。あ、竹友っていう人いたけど、いたけどめちゃくちゃレアだった片手で数えれるくらいしか。でも今それが竹もかになるんですよ。怖くない？びっくりしちゃうんでね、今略されると竹友じゃなくて竹もかなんですよ。そう、全然関係ない、全然関係ないって言い方変だけど、カモミールって呼ばれる。もかみカモ、カモミールってメイクさんに呼ばれるもかちゃん。でももかちゃんで別に反応しますよ。もかちゃんとも呼ばれるんですけど、普通にもかちゃんってちゃんと聞こえないと誰ちゃんかもわかんないんですよ。二文字のちゃんなんていっぱいいるからさ。そう、だから普通に顔見るって言われる。はーいってなるめっちゃおもろいよねそう、顔見るって言われるめっちゃおもろい、冷静におもろい。はーいっていつもそれで返事しちゃうから、もかちゃんって顔見るの方が返事するよねって言われるあ、ちゃもね、確かに。確かに。ちゃもは確かに。だいぶ変形はされてますね。基本。でも、もかちゃんが何よりもニックネームなんですか？ニックネームか。ニックネームちゃん。ちゃもちゃん。ちゃもか。でも、本当にここを通して出会った人で、
一旦モカと呼び出した人がトモカになることって本当にないなって今思った。すごい今考えてたんだけど、アマネがちょっとだけトモカって呼んでた時あったけど、めちゃくちゃレアだったな。まだね、いた頃くらいに多分ちょっとだけ呼んでた時あったけど、でも基本モカ。本名が一番しっくりこないって面白いよね。でもなんかそれがなんかアイドルでいる自分って感じがあるので好きです。まあモカちゃんか、なんかあれですね、ファンの方からモカって言われることも少ないね。モカちゃんが多い、まあ、モカちゃんかモカピーだね。うん、あんまりね、多分呼び捨てされるタイプじゃないだろうねだからモカちゃんかモカピーなんだろうね。モカって言われることないね。だからすごく普通に友達だったらトモカだから、そのあの何ですか、差がしっくりくる モカさん、モカさんだね。モカさんかモカちゃんか、あかりとかモカピーっていうね。モカピーって可愛いよね便利でモカピーってめっちゃ使っちゃうんだけどさ、なんか多分自分でモカちゃんっていうのは気持ち悪いんですよ。名前書くときとかにモカちゃんって書くのが気持ち悪くて、気持ち悪いなってずっと思ってたんだけど、でもモカだけのもなんか味気ないなっていう、にモカピーがちょうどいいんですよ。大概モカピーって書いちゃう。そう、じゃない、大概未来の旦那さんには何て呼ばれたいですかって、どうする、モカって言われたらめっちゃ嫌なんだけどめっちゃ嫌なんだけど、絶対にトモカであれってなる絶対嫌だな、それめちゃくちゃ面白くない、それはだいぶアイドル引きずってんなってなる。多分そうなんですよ。ただうちが一人称トモカだったらもうちょっとトモカが浸透するんですよ。普段普通にトモカはなんとかでって言ってたらもうちょっと浸透するんだけど、そう、一人称が私なばかりに余計に、じゃない、今すごいなんかそれを思いました。一人称
勝次第なのかもしれない。だってさ、ヒロナとかはさ、もう私ヒロナって呼ぶんだけどさ、ナッピってニックネームだけどさ、一人称ヒロナじゃん。だから別にヒロナちゃんが忘れられるわけは、ん？ん？忘れることはないじゃん。そういうもんなのかもしれない。ね、一人称がトモカだったら違いましたね。でも無理なんだよ、あんま言えないんでそう、あんまりね、トモカって言うことないんだよね。なんか本当に頭回ってないと多分トモカはって言うんだけど、基本私だな基本私としか言わない。あと6分だ、ちょっと待って、メール送ろう。ちょまちょまちょま、多分ね、めちゃくちゃレアケースともかっていうの。でもなくはない、ほぼない、ほぼないけど、人称自分の名前かわいいよね。でもそろそろ許されない年になるか、許されないって言い方になる。作りました。送りました、お待ちあれー何回もびっくりしちゃう。確かに男性で一人称じ名前っていないね。確かに、いないもんなんかな。まあでも基本俺か僕自分とか言う人もいるか。確かに名前で言うって女の子だけだね。ね、確かに言われてみれば。じゃあ私は今世も来世も自分の名前自分に言えないんですね勝手に来世男って決めてるから。面白いな、そういうのって。え、来世何の職業したい？どんな話？今ふと思っちゃった。何の職業したいかな。え、でもね、一旦ね、学生を謳歌したいわけ、私は。
中学校高校なんか そこそこにお勉強をして、まあそこそこいいとこ行って、でなんかちゃんと行事ごとに楽しんで、修学旅行とかも楽しんで、部活してバイトして、やっぱあのイケメンな男に生まれる予定なので生まれる予定なので、まあちやほやされて、バスケ部かサッカー部がいいな。サッカー部がいいな。で、フォワード。そこは別にそこまではしないから、なんでもいいかな。大学行って、なんか別にあのミスターコン、ミスコン、ミスターコンとか出るの好きじゃないんで好きじゃないんでとか言ってごめんなさい。そういうタイプではなくてよくて、別にサッカーでブルーロックに、うわガチで、そこまでガチになくてもいいかな。なんか小学校くらいでサッカーが散っててみたいながいいかな。まあいいですね、マネージャーと付き合うっていう、そのあれいいね。逆にマネージャーで付き合うっていうやつやりたかった超無理、全部において無理、もうそもそもマネージャー文化なかったし終わった。そう、で バイトしたい。何のバイトがいいかなちょっと分かんないんだけど、何のバイトがいいですかね。ちょっとバイトをしたことがないのでちょっと難しいんですけど、まあなんかバイトして、何のバイトするんだろうね、みんな何のバイトしてるんだろう。あの私ディズニーでバイトしたいんだよね。あ、いいね、クレープ屋さんとかしたい塾講師もいいなって思う。塾のバイトっていいなって思う。ディズニーのバイトしたいな。大変そうだよね。でもさ、ディズニーのバイトって多分大学生のバイトでしょ。高校生はまあなんかわかんないけどなんかして、で大学生になってそういうバイトして、わいいね、来世はアイドルやるんで押してください、楽しみにしてます。ホンテッドマンションの制服着てほしい。ホンテッドマンションの制服何いいの、あんまどんなんか出てこない。家電量販店のバイト時給が良かった。そうなんだ、塾のバイト楽しかった。へえー、引っ越し屋のバイト大変そうだね。あ、
免許取って高校のうちに免許取って それはね私の来世のマスト高校のうちに免許取るっていうのは、うん、あー確かに飲食店料理の腕が上がる。なるほどね、よし飲食店しよう楽しい、なんか面白いですね。みんなからこれ聞いてるの面白いわ。学んだ、いっぱい学べるな。あバイクね、いや普通に免許が欲しいんですけど、あちょこの間ね知ったんだよ、普通のあれでしょ、普通の免許取ったらさ原付かなんか乗れるんでしょ。この間知ったんだよ、それをなんかセットになるんでしょって言い方やんだけど、どっちも OK みたいな制度になるんでしょ。だからそれでいいや、別にバイクに乗りたいわけではないのでそれでいいかな。で何したいんだろう。でも就職先が分かんないんですね。何に就職したいかな。でもパイロットってかっこいいよね。結局やば、結局私それが好きなのかな。だって元はグランドスタッフになりたかったっけですよ私。結果航空関係がいいのかなって今自分でびっくりしたやっぱ航空関係が好きなのかもしれない。そう、それか、いや別にね正直ね、あのパイロットかグランドスタッフかは正直どっちでもいいんだけど、やっぱ航空関係好きみたいですね。それかなんだろうな、何になりたいかな。ああいうのやりたい。めっちゃむずい、なんて言うんだろう、広告会社でもなんていうの、デザイナーみたいなやつ、そういうのなんていうんですか、ちょっとわかんない、違うな、代理店みたいな、広告代理店とか、もういいな。わかんないちょっとわかんない。デザイン系の職はいいなとも思います。遠い昔なりたかったデザイナー、アートディレクター難しいね、いろんなものがあって。確かに建築もいいよね。なんかそういうのしたいな。医療系はあんまお医者さんになりたいという感じはあんまないんですけど、でもね、医療って言っても幅広いしね。
何かかにもだいぶ下がりますし、楽しい、このやっぱこれ、あの全部私来世の話してるんで、土地狂った話をずっとしてるんですけど来世の願望の話をしてるんで、全てにおいて意味がわからない話をしてるんですけど、歯医者さんか、私歯医者さんのキーンって音が苦手なんですよね。でも歯医者さんもいいね、けどちょっと苦手なんだよな。でも私ね、ずっとね、あれにね就職しようと、あのさ、ディズニーのさ、あ、なんて言うんだっけ、忘れちゃった、本社、本社なんて言うんでしょう、開始、うん、オリエンタルランド、イベントランドに就職したい。わ、楽しみにしてますよ。かな。すんで、まあいい感じに。これ先は別になんかなんでもいいかな。これ先はまあなんか好きに楽しく生きてたらいいと思う。スポーツ選手とか、あんまり思ったことないな。あー、でもあれもいいんだから、そのやる側じゃなくて、スポーツ、あのあれみたいな、あのさ、前のオールドルーキーみたいなやつ、マネジメントか、今出てきた、本当に多分さ、私が知らない職もいっぱいあるからさ、なんか面白そうですよね。来年違うか、今年か、友達がさ、就活が始まると言ってて、あ、そんな年かと思ってびっくりしました。これ生まれ変わったらの話だよね。そうです、これ生まれ変わったらの話です。はい、なので、あの現世には何も影響ありません現世には何もありませんし、あの来世になったらこの思考じゃないと思いますので、あの全然料理人とかになってるかもしれないし、なんかわかんないですけど、もしかしたらもう一回こういう職についてるかもしれないですし、わかんないですけど、来世になったそっか、今日昼公演だったから朝早かった、忘れてた。ところでアイドルになりたいと思ったのはいつなの？中1？ アイドルになりたいとは正直思ってないんですけど、
HKT になりたいっていう概念だったんですけど、ね、思ったなんだかんだで私余裕で時間過ぎてんだけどさ、まあいいやみたいな感じで喋ってんだけどさそう、なんか中1っていうか応募した時ですね、H の4期の募集が出た時ですねはい、っていうあれが正解かな。うんうん、別に HKT を見てた時は別になりたいと思ってなくて、多分で H の4期募集っていうのが出てなりたいって思ったかな。4期ダメだったらもう諦めてたと思う。諦めてたっていうか普通になんか普通に終わってたと思う。あ、そっか無理だったんだって感じだったと思う。けどいや本当に頭おかしいこと言うんだけど、本当に落ちるっていう気がしてなかったのねだから難しいんですけど、なんかそう落ちてたらどうっていうのは、ごめんなさいボキボキ鳴らして鳴らしてそうだね、初めてオーディション受けましたね。そう、うん、思いつきで応募したたらどうなってたのか分かんないけど、まあ普通に中学生してたんじゃない。その後は別にダンスやってたわけでも歌やってたわけでもなかったので、そういうなんだろう、別になんだろう芸能界に入りたいわけでもなかったし、そういうことをしたいわけでもなかったし、だからなんか別にそれはそれでって感じで終わってただろうなって思う。普通に高校受験して大学受験してみたいな風になってただろうなって思います。そうだね、パラレルワールドだったら今頃大学生ですからね。どこの大学行ってたんだろうなそれはめちゃくちゃ気になるかもしれない。どこの大学行ってたかな、どこ行けてたんだろうな。なんかもちろんそういう人生を歩みたかったなと思う。普通にいろんな青春してとかいう人生を歩みたかったなとも思うけど、でもこれで正解って言い方変だけど、この人生で良かったなって思うから、青学とか行ってさ雰囲気系を、青学行けてたらいいな青学行けてたらいいな。慶応までの頭は多分あの後ないだろうから行きたいけど行きたいけど慶応までの頭はないだろうから無理だね。あーまあ慶応、栄養でも栄養を取れるようなことをしてたかどうかですね
く行けてたらいいな。まあ、マーチ行けてたらいいな。サークルとか何入ってたと。なんだろうね、なんか入ってたのかな、どうなんだろう。サイリウムカラーは赤とピンクです。留学は考えてたと思う。お金があったらじゃない。そんなもう金銭面でしかないと思う。そこはお金があったらでしかないと。リアルの話。大学行ってもミスとか出てそうだが、絶対やだ。ごめんなさい、変な言い方したくない。なんかそういう、でもわかんない、何になりたいかによるかもね。ミスとかを取ってた方が有利になるなって、職に就きたいなっていう風に思ってたら出るかもしれないし、じゃなかったら出ないな。文系ですか理系ですか。全力文系です。面白いよね。何に乗ってたかなって。でもそんな頭あったかな。要領は良かったけど勉強まともにしてないもんな。実は真面目にしてないんだよな。要領良かったけど。でもまあちゃんと語学系をやってただろうなと思います。好きだったんで。あれすごいさ、エミリー・イン・パリわかります？皆さんネットフリーのやつ。あ、エミリーみたいな仕事したい、いいなって思う。じゃあパリ行こうかって。普通にパリ旅行行きたいな。フランス行きたい。これああいう食やりたいな。東大とか行ってた絶対ないと思う。私ね、大学で地方に行くことは絶対にないと思うし、多分横浜てか何でしょう、神奈川県の大学にも行ってないと思う。都内の大学に行ってると思うな。まあ、キャンパスはちょっと置いといて、ベースが都内のね。おもろいね、成人式前夜に。ずっとこんな話してんの面白い。どうなってたんですかね。港区女子になってそう、おもろい。でもそれで言うと
私ここに入ってなかったら本当に SNS やってないだろうなって思うから、多分その手のね人生送れないと思うんだよね。港区女子みたいな、なんか常 SNS みたいな、常インスタみたいな生活送れないから全然やってないと思う。一応インスタは持ってる、ストーリーは載せる、まあ、10個くらい投稿はあるみたいな感じだと思う。なんかやりたくないわけでもなんか反対派なわけじゃないんだけど、普通に載せることなくないかみたいなスタンス、シャイ。多分ね、そういう想像をするのすごい得意なんだと思う。ね、絶対免許取りたいな、取ってたいな、絶対免許は取って、だから頑張って一旦バイトで、あ、今30万でしょ、頑張ってとりあえずそのお金を貯めて、まずそっからだと思うし、高校のうちにバイトで、高校のうちにバイトして、で免許費用30万貯めて、本当はマニュアル取りたいけどさ、でも賞味使わなくない？別にマニュアルじゃなくても、いや、乗れたらかっこいいけど、だな。免許ってローンのシステムあるの？そうですよ、今30万もかかるんですよ。マニュアル使わなくない？だから別にオートまでいいかなって。へそう、高いんですよ。でも私車欲しいってなるだろうしな、大変だ。大変だ。今免許取るとそんなするの？そうですよ、でも20なんかぐらいはするかな。まあ3、いろいろ入れたら30みたいなとこあるね。今はパラレルワールドの話ね、来世っていう。ずっと可愛い系が欲しいって思ってたんですけど、可愛い系に乗りたいと思ってたんですけど、最近 SUV も好きで、そうちょっとおー困ったなって感じ。どっ
も乗りたいなって気持ちになるよね。来世かパラレル、おもろ。そんなにさ、なんかさ、しょうもない話ってないよね。え、なんていうの、何にもならない話ってないよね。おもろくない？だって来世もさ、別にさ、知らんがなった話だしさ、パラレルなんぞじゃん。おもろいね。こんなになんか身にならない話ってあるんだ。愉快です。そう、なんか別に今の人生はなるようにしかならないと思うし、別になんかその時々でなんかそうやって振り回されて翻弄されて生きていくんだろうなと思うから、別に何でもいいんですよ。何でもいいってこと変だけど、何でもは良くないけど、なんかそれはそれで願望もあるけど、結果こうなったっていうことに対して、そうか結果こうだったのかっていう感じなんですよ。そう、こい、今の願望は喋れるけどさ、なんかね、結果こうなる運命だったんだろうなっていうスタンスなのね。だからなんかあんまりそこにね、あれがない。確かにね、言うてると指標にもなるから。本当ですね。変に消えないから。そんなこともないけどさ、変に言っちゃうとさ、本当になるかなとかさ、なんか本当にしなきゃみたいなさ、義務感出ちゃう。そんなことはないけどね。そう、なんかあんまね、そう、今はマジなるようにしかならないっていうテンションで生きてるからなんだと思う。別に今は今でこれが面白いし、これが楽しい人生だなと思いますし、だいぶ面白い人生を歩んでると思う。私結構おもろいよ。結構おもろいと思う。私の人生ってなんか愉快だなって思います。自分で結構すごい人生だなって思って、楽しいですよ。なかなか面白いよ。多分なんか、多分私の人生を全部ご紹介したらだいぶ面白いと思う。しないですけど。しないですけど、あのすごくマイナスにも捉えられてしまいそうなので、しないですけど、マイナスっていうかなんだろう、なんか重たい話にもなりそうなので別にしないですけど、なかなか面白い人生だと思うし、ドラマ化が結構なんか重たい話になりそうだな、やめとこう。朝ドラで、朝ドラのテンション、全然重たい過去あるイメージないから意外かもしれない。確かにね、そうだよね、意外と知らないこと多いよ。あははとかちょっとウケる。
なんか面白いですよ。なんか面白いなって思ってるからいいんだと思う。いいなと思う。明日は成人式ですし、ついにそんな日を迎えますよ。すごいですね。二十歳になるんですって。もう20年経ったんだって。え、まだだけど。振袖何色かな。みんな何色だと思う。で、ボケてた。何色だと思いますか。まあ何も言わないですけど、ほうほうつって終わります。ちゃんとあくび。あ、じゃあ10分に終わるね。今5分なんで。まあ楽しみにしといてけろ。明日分かるから、わかるからさ。答え合わせは明日ですね。そろそろ寝ますか。まあ、まだ寝ないですけど、まあそろそろ終わります。そうなんだよ、5期生が入ってくれたおかげで仲間がいますけど、ずっと一人だったので同い年がいなさすぎてよかったです。一人回避。成人祝いに新しいスニーカー買う。いや、新しいスニーカー買いたいんだけどさ、なんか困ってる今ね。バンズ普通に欲しいんだ。なんか普通にレッスンシューズとかにも使えるしさ、軽いやつはね。でもコンバースの厚底も欲しいんですよ。これずっと持ってるの。ずっとコンバースの厚底欲しいので、なんだけど普通に私スタンスミスとか持ってなくて、アディダスね、そういうなんかベーシックなものを持ってないな、欲しいなってふと思って。そうなんだけど最近普通にブランドが出してるスニーカーも可愛いなって思ってて、何ですか、別にナイキとコラボとかじゃなくても、あのね、あそこのあの辺可愛かったんだよな、なんだっけ、三原かなとかも可愛かったんで、ね、三原やすいよとか、こう、あと私は普通にずっとプラダのスニーカーが欲しくて。そう、でも私はプラダのローファーが欲しいんですね。だからってなってて葛藤してて、なんで私ってこんなに靴が欲しいんですかね。あ、ブーツ買いました。ブーツ買いました。はい。そう、でも普通に新しいジョーダン欲しいなって思ったり、でもやっぱアグも可愛くて、普通にアグのスリップ欲しいんだよねとか、あとずっと私は夢っていう海外のブランドがあるんですけど、それの靴をずっと欲しくて、そう、あとさ、私あれの名前一生覚えらんないんだけどさ、ソールボコボコしてるさやつ、わかります？全然伝わんないよね、ごめん。
ソウルボコボコしてるさってイントネーションボコボコなんだけど死んだ。あとバレンティノのスニーカーが可愛いんですよね、最近持ってる。え、ソウルボコボコわかる？ソウルボコボコ可愛いんですよ、あれ欲しいなって思って。伝わって嬉しい、ありがとう。普通に何ですか、あのね、ジルサンダーのスニーカー可愛かったんだよね、この間。そう、これ可愛いと思って見たらジルサンダーで、いやまあそりゃ好きだなって思ったんですよまたね、いろんなスニーカー、いろんな靴が欲しくて。あとなんだろう、なんか本当にね、でもさ、普通に服も欲しいわけです。こないだ見たハレのコート可愛かったな。でも今季コート買っちゃったんでやめたんですよハレのスカートか。ダメですね、物欲ってどうしたらいいんだろうってすごい困ってる安定にずっとなんかが欲しいって言ってます。私は困りましたね。はい、やばいな、私さこんなにさ一気になんか今いろんなこと言ったよね。どんだけ物欲溜まってんだろう、怖っ怖っ。でもこれをずっと言ってるくらいには結局解消されてないんですよ、欲のままなんですよ。それちょっと偉くない？実行はしてないんですよ。やっぱそれ全部買ってたら破産しちゃうんだよね。ちゃんとその、そう、なかなかに全部抑えてますソウルボコ、確かにソウルボコボコで割るのめっちゃおもろいね。でもわかんないんだよ、あのさクリアのさ、ソウルのさ、クリアソウル、ん、あれどこ、なんてお前わかんないんだもん。あ、絶対これグラウンズだって。初めて名前知ったわ、ありがとう。グラウンズです。え、ジュエリーとどう違うの？グラウンズのアイコニックモデル、あ、なるほどね、ありかありか、なんだなんだ、びっくりした。ジュエリーってブランドかと思った。みんなのおかげで今私は学びました。グラウンズってやつだった早く終われってな、10分に終わるねとか言ってさ、全然終わらんやん自分、すいません。はい、そういうわけでそんな感じで私は生きております。はい、また何かウキウキするような抽選がやってきたらスニーカーを買おうかな。だって私が欲しい子高すぎるんだもん、私が欲しい子も10万すっかバカじゃないのって思っちゃうから、さすがにそれはと思います。はい、そんな感じで明日は成人式なので
成人の日なのでね、成人の皆様おめでとうございますということで、皆様長らく おしゃべりにお付き合いいただきありがとうございました。無事喉は死なずに終わりました。換気。それでは終わります。終わります。それでは、えっ、ごめん、終わろうと思ったら PS5 ってまだ抽選やってんの、いかついね、大変だ。すごい、私はスイッチで満足です。大変だ、最近スイッチめっちゃみんなでやってるから、皆様からいただいたあのあれが大活躍してる、カセットソフト、ありがとうございます、嬉しい。すいません、ごめんなさい、ちょっと喋っちゃった。ランキング読んで終わります。はい、今度こそいきます。13位、いっちーさん、ありがとうございます。12位、栃木のすーさん、ありがとうございます。11位、けいごさん、ありがとうございます。10位、たけたけさん、ありがとうございます。9位、はなまるさん、ありがとうございます。8位、けんたさん、ありがとうございます。7位、うしっぱのはまちゃん、ありがとうございます。6位、あたきちくん、ありがとうございます。5位、ぼんちゃん、ありがとうございます。4位、M さん、ありがとうございます。3位、れいさん、ありがとうございます。2位ファングさん、ありがとうございます。で1位タカさん、ありがとうございます。皆様ありがタワーでございました。本当にいろんなタワーを、いろんなギフトをありがとうございます。ということで、明日何色かなの答え合わせを楽しみにしていてください。それじゃあおやすみなさいませ。バイバイ、ありがとうございました。あ、今年も1年よろしくお願いします。バイバーイ。